オランダビューはアーユルベーダと中国医学の伝統医学に使われてきた植物の一つ。生薬としての名称は補え骨油。この植物の種子はバクチオールやソラレンを含む様々なクマリンを含有する。サーリア・コリライフォリアは50-90センチメートルの高さに育つ一年生植物。小さな薄紫の花が咲く。特徴的には微細な茶色の線から 独特ないい香りを発する。ピーコリライフォリアはインドからスリランカに自生し、薬効のためアラビアで栽培されたこともある。特に中国とアフリカ南部で広く世界の熱帯、亜熱帯地域に分布している。ピーコリライフォリアの抽出物には多数のフィトケミカルが含まれ、それらはフラボーノイド、クマリン、メロテルペンといったものである。中国薬局方にも 正式に記載され、その根、茎、葉、種子、花は、感染、白藩、ハンセン病に使われてきた。アーユルベーダでも使われる。ソラレンを含むクマリンは、色素沈着を促し白藩に使われる。油脂には殺菌作用もあり、感染症にも使われ、湿疹やかみにも使われる。バクチオールは、レチノールと、構造的に似ていないものの機能的類似性を持ち、 レチノールのような皮向けの副作用を起こさず、格子は効果を持つ化粧品成分として注目されている。ありがとうございます。